こんにちは、レジャーハウス水木です。ですね、もう1月始まってから、もう2週間ぐらい経っていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか今日温度が、今撮影しているのが1月の16日なんですけど、なんかね、最高気温が18度ぐらいまで上がるとかっていうことで、ね、その次明日はね、なんかまあ逆に8度ぐらいに下がるっていうことで、結構ね、気温の差がなんか激しくなりそうで、ちょっと体調を崩さないかなと思って心配なんですけれども、なるべくですね、気温のね、調整をうまくできるようにできればいいかなとは思っています。ということで、今日はですね、ここに一応コーナー作りまして、コーヒーライドをね、ご提案してるんですけど、それに使えるような、道具っていうのを今日はご紹介していきたいかなと思います。前回の前々回かな、動画でご紹介しましたけれども、コーヒーメーカーというかですね、バーナーとあとコーヒーミル、そしてこのね、今ハンドホットサンドメーカーですね、こういったものを一応仕入れまして、この辺でご提案してますので、それについて今日は簡単にご紹介していきたいかなと思います。まずご紹介したいのがこの辺のバーナー系なんですけど、プリムスの商品を今取り扱っていて、ここにあるのがエクスプレススパイダー2というね、タイプのものになります。でこれがちょっと外側にこうガス管がこう外にね、こう置いていけるので安全ですよっていうので、一つこれを入れました。あとここの、ドリッパーのスタンドとですね、も取り扱いがあります。前回ちょっとご紹介したので多分ご覧になった方も多いと思いますけれども、ここの下のところにバーナーを置いて、これ直火でね、ここの鉄板を温めることができるっていうね、そういったスタンドになります。で、もう一つね、バーナー、用意していて、これが同じくプリムスのエッセンシャルトレイルストーブっていうので、昨年の春に登場した新型のバーナーなんですけど、すごく小型で使いやすいものになります。前回ちょっとこれね、使ってみたんですけど、使いやすかったですね。ただちょっと風が強いところだとなかなか火がきちんとね、こう燃え続けないというか、やはりこう外側にこう風防みたいのがあって、こうバーナーの火がね、なるべくこう逃れないというか、風に消されないっていうのがやっぱりポイントなのかなと思っています。で僕が使ってるやつは本当おすすめなんですけど、今ちょっと販売されていないみたいなので、ちょっと違うものを別にご紹介できればいいかなと思ってます。で、こちら側に参りますと、前回も紹介しましたけれども、このリストラップのカネスターバッグとか、あとは、これね、レースミューゼっていうね、簡単な、こういうサコッシュみたいのも一応展示してあります。でこれはフロンティアプロっていうんですけれど、これ要は浄水器みたいなやつなんですね。携帯用の浄水器で、ペットボトルにですね、この後ろのところ絵があればいいんだけど、ペットボトルに実はつなぐことができて、水をろ過することのできる簡易的な浄水器です。ちょっと川の水とかね、使いたいなと、結構本格的な多分、ものになってきますけれど、そういったこともできるグッズも一応展示してあります。あとは、レザインからね、去年のね、確か冬に登場しましたけれども、フローケージの SL エンハンストっていうことで、ちょっとこう新しい新色の、グラベルとかにも使えそうなね、こういうグリーン系、オリーブなのかな、こういったボトルのケージもあります。あとはコーヒーミルですね。こちら中にセラミックのですね、刃を使っているので比較的、きちんと使えます。
で、分解して、まあ、清掃等もできるので、まあ、分解図も書いてありますけれども、まあ、お手入れもしやすいということで、お値段もちょっとお手軽な2200円ですねにございます。あとは、まあ、このウォーターボトルで、これはポディウムからね、ポディウムだからキャメルバッグから出ているものなんですけども、ダートで使えるようにキャップ付きです。ここの飲むところはね、土とかついて汚れて飲みにくいなんてことがないようにキャップが付いているというタイプのものが今こちらに展示してあります。あとはホットサンドメーカーね、これですね、結構美味しかったです。うまくできますね、はい、ということで今こんな感じで、店頭のところに、簡単なコーヒーライドできるグッズを展示していますので、もしご来店の際は一度ご覧いただければなと思います。昨日動画を撮っていて、YouTuber 恒例の開封動画みたいなのを撮ってたんですけれど、このマイクのですね、線がきちんとこうカメラ側の方に入っていなくて、全く音声が取れてないという状況になりました。で、結構長い尺撮って、で最後確認したら全然音が入ってないというね、あるあるではあるんですけれど、やっぱりしっかり確認しないとそういったボンミスも起きますので、皆さん撮影するときは気をつけていただければなと思いますが、せっかく撮った映像なので、ちょっとこう映像プラスなんか文字とかをなんか追加して、入ってきた、ね、商品等を簡単にご説明できればいいかなと思います。ではそちらの動画をちょっとご覧ください。どうぞ。比較的ですね、いろんな商品入ってきてまして、あんまりこう一つ一つね、細かく紹介したことないものが多分多かったとは思うんですけれども、今ね紹介したような商品が今週入ってきました。
で、なんかちょっとね、これいや自分でやってて結構面白かったんで、この開封動画なんか定期的にちょっと配信できればいいかなと思っています。ということで、今日の動画は以上になります。参考になったなっていう方はぜひね、いいね評価と、チャンネルの登録をよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。